はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。私ヒイラギミュウと申します。よろしくお願いいたします。今回はですね、コールオブデューティーモバイルでガチでこれやばいなって思った設定が一つあるんですよ。そのお話をまあしていけたらなと思っております。まず、まあ、手っ取り早くね、その設定が何かっていう話なんですけど、音声グラフィックスの項目にある、グラフィック品質ですね。これがね、くせ者なんですわ。はい。最高設定、まあ、高設定、標準設定、低設定って、まあ、あるんですけど、俺が言いたいのは、低設定が一番いい設定だというお話です。ちょっとね、その理由を含めて、まあ、ちょっと話していこうかなって思うんですけど、まず最高設定見ていきますか。まずこれがね、最高設定ね。いくよ。ちょっとマズルフラッシュっていうの、これ眩しくない？なんかねえ、今ね大流行りの武器で見てもらうと分かるかもしんない。 AK117 やばくない？眩しくない？これねえ、これ超眩しいっしょ。めっちゃピカピカ光んじゃん、ババ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 ーンっつってね。これが最高設定のマズルフラッシュなんですよ。じゃあ逆にこれを低設定にするとじゃあどうなるんですかっていう話ですよね。早速見ていきましょう。じゃあさっきと大体同じ場所で撃ってみますか。これね、ほらやばくない？わかる？全然違くない？めっちゃ見やすくない？これだと光がね薄いんだよね、めちゃくちゃ。だからね非常にね見やすいと思います。今多分こっちの方に比較の動画出してるんだけど、結構違くない？もう最高設定だとその演出関係がめちゃくちゃね派手なのよ、爆発とか、だからマズルフラッシュもかなり軽減されてると思うんですよ。じゃあせっかくなんで低設定でねチームデスマッチ遊んでいこうかなと思います。よろしくお願い申し上げます。見てこの車やばくね？ちょっと見てる最中で終わっちゃったけど、マジでねしょうもねえんだよな画質が。お前らよろしくな、マジで。俺低設定だけど画質悪いけどよろしく。見てこれしょぼくね？マジでプレイステーションレベルだよ。プレイステーションのグランツーリスモですかみたいな、それかリッチレーサーみたいな。本当にねやばい画質がこの辺もうしょぼすぎるマジで。あ、ちょっと下手くそだな今の。はい、しっかりと抜いて。あ、ここ頭出しポジいるよ。ほらマズルフラッシュがだいぶ軽減されてるからアイアンサイトでも見やすいよね。俺ねアイアンサイトマジで苦手なんだよ。こう下が見えなくなっちゃうじゃん。だからすっげえ苦手なんだけど、これならギリ使えるかな。なんかメジャーアシスト多くない？俺のキルは。そら遠距離でもしっかりと倒したかったけど1体しか倒せませんでした、すいませんでした。でもなんかこのゲームってさあれじゃん、あ、フラグフラグフラグ。このゲームってさ覗き込みがアイアンサイトが一番早いって、まあ諸説あるんだけど、覗き込みの速度はアイアンサイトが一番早いけど、なんか打ち始める時間は全部一緒みたいな、なんか諸説あるんだよね、まあ、よくわかんないんだけど。でも覗き込み速度は確かにね早いと思うアイアンサイト。だからアイアンサイト使わなくちゃいけないんだけど、なんかねちょっと微妙、見づれんだよな俺。レッドドットサイトが一番いいよ。でもこの設定だったらアイアンサイトでもそれなりにね狙いやすいのかなって思います。ただ弊害がありまして、まあ、スパローで見てもらえばわかるかこれね。いくよこれ。何今の爆発、マジでしょうもなさすぎる。任天堂64の初代大乱闘スマッシュブラザーズ並みのねしょぼさだよこの爆発。どうする？これでやりたいか？みんなやりたくねえよな。でも強くなるんだよこれやっちまうと。だからみんなにはぜひともこの設定でやっていただきたい。これねしょぼ爆発ね、マジで狙いやすいから本当に。危ね、
さあキルしていく。まだ湧いてくるんじゃない、湧いてこない、いる、危ね、今危なかった今。ああなんかこの操作設定にしてから全然慣れてない。ちょっとエイムが頑張ってくよ。ぶっ殺してんじゃねえぞお前、俺が今気持ちよくキルしてるところ邪魔してくんな、暴言が。こら、はい、ハンターキラーヤンド UAV オンライ、いいね。あ、待って待って待って、いいね、危ないよ今のね。俺最高設定だったらね打ち勝ってないね俺。いや分からんけど、はい、頭しか出てないポジションも狙いやすい。いやハンターキラーマジで、もうハンターキラーほんとイライラすんな。俺も使ってるけどなんか出花くじかれる感じがすんだよな。死ねえお前このしょぼ爆発で、お前マジで怪我すらしなさそうだ。花でもなんかもうガトリング、これガトリングも多分火花やば、もう透明やんけお前。お、終わったね。はい、ちょっとね活躍できなかったかな。ねほらキルカメ見てもさ全然じゃない。でもやっぱ M4 のアイアンサイトって見やすいな。ちょもう一試合やろう、もう一試合やるわ。ちょっともう一試合やりますね。なんかプラスチックのおもちゃみたいなの出てきたけど大丈夫この兵器。低設定だとマジで武器のグラもひどいな今。なんかもうおもちゃ屋さんだったもんね。さあ AKS74U を使っていくんですけども、まあこの武器もね大人気だね。ランクマだともう使ってる人当たり前にいるぐらい。うわうまこいつ。なんかさ最近さこれやっててさ強いやつ多くない？なボットもなんか強いよね普通に。ドンピシャでエイム合わせてくるボットもいるからさ、前ほどなんかホゲーって言いながらさ核出せなくなっちゃった俺。前までホゲーって出せたんだけどね。でね俺ね今ねランクマやってないんだよ俺。で理由がランクマやらない理由がありまして、その原因の一つこれですね。はい、スパローでーす。マジでこれひどくない？スパロー俺ね銃で撃ち合うゲームやってたと思うんだよ。なのになんで俺弓道部になってんの、意味が分かんない。これだろカラドブルグっつって、なんやねん英雄エミヤかお前こら。はいこれですわ、たまんの速えし強えし、どないすんねんっつう話ですわこれ。本当にねひどい、これ考えた人はね首にすべき。マジでBO3 にあった武器だけど、こんなに弾の速いのおかしいだろうどう考えたって。ランクマ行ってもみんなこれドミネーションとチーです。みんなもうピシッ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 つって、何これって感じでね。もう一個みんなに言っておきたかったのが設定にあるんだけど、これねフレームレート、フレームレートは最大にした方がいいです。俺今最高なんだけど、まあ機種によってこうまでしか選べない機種とかあって、俺2017年のiPad Pro 使ってたんだけど、それはねこうまでしか選べなかった。うん、だけど最大選べるんだったら絶対最大の方がいい。なんかとあるゲームのビデオカード、そのゲーミング PC に積んであるビデオカードを作ってる会社によると 240fps と 144fps と60fps で敵が角とかからこうやってこうにょこって出てくるスピードが 240fps が一番速かったらしくて、それくらいねフレームレートって大事だね。でも俺最大だとなんかね酔っちゃうのよ、 3D 酔いしちゃうのね。だからできない、だから最高にしてる、最大じゃなくてね。うん、ちょっと最大と比べると滑らかさは劣るけど、でも俺は十分かなって思ってるこれでも。うわーラスキル取れねえのかよマジかよ。はい、最後無様な終わり方をしてしまいました、残念です。24キル3です。レシオは 8.0 でした、素晴らしい。でまあ今回、話した内容をまとめますと、グラフィック品質は、低にしましょうと。はい、マゼルフラッシュが見やすくなります、絶対に打ち合い強くなるんで低にしましょう。でフレームレートは高ければ高い方がいいです、最大ができるなら最大にしましょう、無理なら最高でもまあいけます。はい、で最高ない人はこうで頑張ってください。
まあなんかそのツイッターとか見てると、キルシューとか結構ねスナイパーでキルしましたとかいう上げてる動画上げてる子結構いるけど、そういう子たちはやっぱ見栄え大事なんで、グラフィック品質下げない方がいいかもね、もしかすると。うん、やっぱ画質綺麗な方がかっこいいじゃん。ね、スナイパーポーンって抜いて、こうやったスナイパーがおもちゃみたいな銃だったら嫌でしょそういう人たちは最高の方がいいかも。うん、ただランクマガチでやって本当に上がりたいんだったら手でやった方がいいと思います。うん、ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひやってみてください。じゃんけんタイム、最初はブンブンじゃんけんポン、ブーン。